バレンシアのセルジ育成部長に感想を聞いてみると、とにかく日本人は3人とも高いレベルの技術を持っているよ。コンディションも良さそうだね。明日からは本格的なゲーム形式のトレーニングが始まるから、持っている個人技をそこでどう生かしていけるのか楽しみにしていますよ。なかなかの好印象。初日の練習を終えた3人はレベル低くてやれちゃう部分あったんですけど、低いですよねレベル、うん、試合だけだな、楽しみ。実際はそれでもチャンスだからね。そう、本当にコーチ陣とかこう来る人とかこうスカウトに回るんで、すごいやっぱこれはチャンスだから、本当に自分のものになるように。気を引き締める荒野に対し、出発前の不安が嘘のような2人。ここでも対照的だ。翌日からはユース専用のグラウンドが用意され、試合形式での練習が始まった。するといきなり海外選手たちの本気が見え始める。激しい当たり、ボールへの執念、何より際立っていたのはどこからでも狙うゴールへの意識。初日とは打って変わり、彼らがフィールドを支配していく。荒野もゲームになった時の明らかな変化を感じ取っていた。こっちの人はちゃんと目的を持ってやってると思うんで、ゴールに向かったりだったりとか、ゲームになると普通にできちゃうんで、そこは日本の選手と違うなと思うし。そうなると存在感が薄れてしまったのが翼とロナ。海外選手に負けない積極性でボールを奪い、得意のキックで技術の高さを見せる翼だが、次のプレーでは簡単にボールを奪われてしまう。ボールに対するこだわりをゲーム中に継続できないのだ。一方のロナはワンプレーワンプレーでは独特のセンスを見せるものの、それだけ。そのプレーがどうしても試合に生かされない。逆にここはという決定機がシュートを打たれたら失点につながる重要な場面で、本気の相手にあっさりとやられてしまう。こうなると自己表現の苦手なロナはボールに触れない時間がはっきりと増えていく。指導に当たっていたエスパニョールユースのラモン監督は2人の技術の高さを評価しながらも、大きな欠点は試合になった時の意識です。何としても勝ちたいという意識が他の選手より足りないようですね。そして風間が2日遅れでアンドラに到着。練習を見ていたその表情はいきなり険しいものに。はっきり言って何もしない。要するに言われた練習をやってる選手と、それから目的を持ってやってる選手、これがもう全くはっきり分かれてるなと。早速2人にアプローチ。どれだけやりたいかと全然違うじゃん。なんで参加してるんだ、攻撃になったらどうするんだ、何に目的だ、ダメだからそのためにやってねえじゃん。練習の種目しかやってない。言ってること分かるか。だから例えばお前将来何になってんだ、楽しくサッカー30ぐらいでやるんだからさ、それはそれでいいけどさ、どこまで行ってんだ、そこがないから多分ブレる、それ日本でもさ、それも同じよ。せっかくのチャンスはここで乗り越えてからね、分かるな。実は出発前、風間はこんなことを話していた。ここから先の部分でやっぱり何が一番大事になるかって言ったら、やっぱりメンタルだと思うんですよね。メンタルってもただ頑張るとか、ただ気が強い、気持ちを強く持つとか、そういうことではなくて、やっぱりいつも冷静にしっかりその状況を把握して、自分の判断で自分の技術を常にいろんなところでね、試合勝つために出せるかどうか。風間が伝えたいメンタルの強さ、
それを意識することは簡単ではない。自分では積極的にやっててできてると思ったんですけど、本当にゴールを意識してプレーしてるのかって言われたら、本当に意識してたのかなって。ヤヒューさんに言われなかったら、多分自分はまだまだ気づいてなかったと思うし。日本人が苦手とされる自己表現の力。しかしスペトレにもそのメンタルを持つ選手が育ってきていた。こうやだ。持っている技術をゲームでどう生かしていくかの判断。一つのボールに、目の前の勝負に対するこだわり。さらに周りの選手に自分をアピールする強い意志が、こちらにもひしひしと伝わってくる。時には通訳を伴い、コーチに意見を求める場面も。とにかく現状に満足しないのだ。自分のプレーの質っていうのが、まあ、なんで落ちてるとこもあるし、まだちょっとアバウトになっちゃうとこあるんで、そういうプレーをやっぱ減らしていかないと、次につながっていかないと思う。その意識の違いはプレー以外にも現れる。グラウンドはもちろん、生活の中でも拙い英語で積極的にコミュニケーションを図っていく。気持ちは相手にも伝わるのだ。こうやはすごく積極的に自分の中でこだわり、一つ止めるにしてもどこに止めたい、それからもっとうまく止めたい、多分それはすごく向こうの指導者にも伝わってくる選手だと思います。ですけども、あとの2人はじゃあ技術的にそれがないかといえば十分あるんですよ。ですけども、そこのこだわりを自分の中で持てない、そういう意味のメンタルね、こだわりというところのメンタルをしっかり持ってほしいなというふうに特に思いますね。そんな荒野のこだわりのメンタルを垣間見る機会があった。あれ坊ちゃんじゃね。このナイキキャンプには、ボージャン、ジェラール・ピケなど、FC バルセロナのトップ選手たちが練習にゲスト参加。昨シーズン、17歳の若さでトップに昇格。デビュー戦で一発退場を受け、話題となったムニエサ。そのムニエサがやってきた時のこと。自分のボールをキープしたまま、相手のボールを蹴り出す練習。荒野は同じグループになったムニエサに果敢に挑んでいく。これにはムニエサも驚いたようだ。彼のプレーを見る限りは日本のレベルが上がっていることを実感するよ。個人技に優れ、ボールのキープ力も高い。相手を攻めることも恐れないよね。練習終了後、ムニエサに握手を求める仲間たち。それを遠くから眺めていた荒野はこんなことを考えていた。同じ年代にそれをされるっていうのはすごいと思うし、まあ、でも逆にその同じ年代なのにそういう風になっちゃう側としてはすごいちょっと寂しいなと思いました、うん、そう、荒野にとってムニエサはバルサのスター選手ではなく同年代のライバルなのだ。日本人はメンタルが弱い。そうではない。それは各自のこだわり次第なのだ。